皆さんこんにちは。香川県栄養士会の阿部と申します。今日はグリーンアスパラガスのスープをご紹介いたします。グリーンアスパラガスが苦手なお子さんにもスープにして形をなくしてしまいますと意外に美味しく召し上がっていただけると思います。3等分ぐらい、はい、根元が硬いので根元から先に入れていきますね。沸騰してからちょっと 2,3 分ぐらい茹でていただいた方がミキサーにあとかけるだけにしますので、柔らかくなったなと思いましたら氷水にとって色をよく仕上げます。急に冷ました方が色が冴えると思います。中火ぐらいで炒めます。ここにお水 300cc 入れます。でご飯、50g 入れます。これはじゃがいも 50g でも構いません。ローリエ1枚とスープの素固形スープを1個入れます。これで柔らかくなるまで、玉ねぎとご飯が柔らかくなるまで煮ます。玉ねぎとご飯が柔らかくなったら粗熱を取ってからミキサーにかけますね。でミキサーにかける前にこのローリエを取り出すのを忘れないようにしてください。繊維を断ち切るように、切っておきたいと思います。滑らかになってこうザラつきがなくなるまでなんです。鍋に戻します。これは引きながら入れていただいた方が香りがいいと思います。